はい、皆さんこんにちは、ミスターたけしです。先日ですね、ある方からYouTube に上がってる動画についてね、教えていただいたんですけども、1998年の、フリースタイルの、世界大会の映像ですね。個人なんですけども、その映像があるよみたいので、あんまり自分の映像って見ないんですけども、ちょこっとだけちょっと映像ご覧ください。一つね、ちょうどこれトリプル前方展開、トリプルウォークオーバーやってるんですけど、ちょっと一個自慢したいことがあって、この日本の国内でバトンの、公式の大会でトリプル前方展開ね、こう3回ウォークオーバーやる、これ日本で最初にやったのはミスターたけしなんです。これ結構知らない人、もちろん全然ね、そんな情報なんてどうでもいいと思うんですけど、知らない人多くて、横浜だったと思うんですけどね、やって、なんかすごい大活躍だった頃です。もう本当に昔だよね、20何年前ね、生まれてない人たくさんいると思うんですけど、当時はね、柔らかかったし瞬発力もあったし、結構体操技が好きだったので、ロンバクとかね、そういうのも自分でね結構練習したり習いに行ったりいろいろしてたもんですから、今結構トリプルからクワッとイリュージョン4回カトルっていうのかなね、これやってる人も結構いますし、スポーツって進化するんですよ、常に。やっぱ発展していくのがスポーツ競技だと思うんですよ。ずっと変わらないではなくてね、新しい技とか新しいテクニックね、トリックとかそういうものがね、どんどんどん開発されて、それがね機械体操でも新体操でもそうだと思うんですけど、ただね、これどんな競技でもそうなんです、やっぱ行き着くとこがあると思うんですよ。どんな競技でもそうなんですけども、やっぱりある程度限界が来ると思います。で、その時に一旦こう原点に戻るというか、ただ力技技をすればいいだけではなくて、いかにこう例えば静止する時にこう、例えば倒立とかね、鉄棒とかでもどれぐらいキープできるかとか、あとバトンで言ったらどれぐらい綺麗に美しくパフォーマンスをするかとかね、芸術点の方にこう目を向けていく必要があるのかなって思うんですね。これはもうトスのシングルのイリュージョンでも側転でもそうだと思います。練習の時は恐怖心を克服するために汚くてもやらせるっていう先生も、ね、指導者もいると思うんですけども、本番でやっぱりやるからには綺麗に美しくやるっていうのがもっと当然一番です。これはシングルでもダブルでもトリプルでも何でもそうだと思うんですけども。なので、やっぱそこを目指してほしいなと思います。ただ、トス高く上げて、下を早くして、どんなに汚くてもいいではなくて、いかに綺麗に美しくやるかっていうところが、とっても、大事かなと思いますんで、技術と芸術を融合した、こう、パフォーマンスをね、目指していただきたいなと思いますんで、またね、私もね、もう、この年になると、バトンを回すことがほとんどないですけど、ね、またなんかちょこちょこバトンね、回したくなる時があるんで、その時はね、この動画で、ちょっと頑張って練習をして、お見せしたいなと思ってますね。それではまた、見てください。今日はありがとうございました。じゃあねー。